はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。森様、SJ 様、ヒロンジ様、おさむ様、節子様、熊太郎様、ロイオマ様、秋広様、石槌さん様、ビーニャン様、カジカちゃん様、子猫のしっぽ1号2号様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して河野太郎裁判費用と政治活動資金させていただきたいと思います。ありがとうございました。1月2日昨日18時頃、羽田空港で着陸した日航機が滑走路にいた海保機と衝突し、両機とも火災発生。日航機の乗員乗客合わせて400人弱は炎上前に間一髪で避難成功、全員無事。海保機乗員6名中5名が遺体で発見。宮本元気機長は自力で脱出できたが、やけどで重傷だそうであります。一夜明け、日航機は胴体部分が焼け落ち原形とどめず、海保機は燃え尽きて跡形もない。これ海保機が離陸するとこだったみたいな話ですんで、燃料満タンに多分積んでたんでしょうね。海保機はですね、被災地、能登半島に物資を届けるための、羽田空港にいたみたいであります。ということは、地震がなければ海保機もここにいなかったのかな。二次災害みたいな感じだよなと思いました。日航機機長、管制官から着陸許可を得て復唱し、通常通りに着陸した。海保機のことは認識していなかった、いると思わなかったということですね。海保機機長、管制官から離陸の許可が出ていた。管制官、海保機に滑走路侵入許可は出していない、海保機長がですね、指示を何か勘違いした可能性が浮上してまいりました。管制への記録はあるんでしょうから、しかも複数ね。管制官が嘘つくのはちょっと考えがたいんですよね。海保隊員5名が亡くなったことについて岸田総理、大変残念なことであり、使命感に敬意と感謝を表しながら哀悼の誠を捧げる次第だ。さすがに固い表情でありました。イギリス BBC 放送、日航機の乗客が全員無事だったことを奇跡と報道。数百人が奇跡の脱出。乗員がどれだけ避難訓練に時間を割いてきたかを思い知らされた。信じられないほどの仕事をした。私たちは奇跡を目撃した。乗員が乗客全員を脱出できたのは奇跡としか言いようがない。まあ日本人以外だったらパニックになっちゃってね、泣き叫んで我先にドアに殺到して避難どころじゃないんでしょうね。ハリウッド映画でよく見るように、衝突してから火の手が回るまでの時間的余裕は90秒程度だったみたいであります。奇跡の90秒ですね。お一人も犠牲にならずに、よかったよかった。エンジンが止まる前にですね、前のドア、つまりエンジンの前の方のドアから脱出するとですね、エンジンに吸い込まれちゃうんだって。おっかないですね。もちろん死にますよ。乗員が安全なドアを見極めたことも大きかったんでしょうね、これね。さすが、優秀だなぁ。立憲民主党は早速ですね、羽田空港旅客機炎上事故に関する情報連絡室を設置すると発表。一同困惑。世論であります。邪魔でしょ。余計なことすんじゃねえ。あなたたちは調査内容をまとめて報告できませんよね。する能力ありませんよね。設置好きだが、報告書は出さない。やってるか。こいつら動くと、真実を歪める可能性が高い。大丈夫、設置だけして、あと何もしねえから、歪めない。民主党、民進党、立憲党は、今まで何十もの、なんとか追及チームを設置してきたが、ひょっとすると100超えてるかもしれない。見けたかもしれない。調査内容を報告書に まとめたことは、一度もありません。その報告書を発表したことは一度もありません。それは前川喜平のですね、貧困調査報告書がないのと一緒であります。貧困調査って言うんだったら、調査結果を報告書にまとめて提出しろってね。役所は文書で何でもかんでも動くんだからさ。なので今回も口だけ、設置するって宣言しても、あとは何もしない。だがそれでいい。邪魔だから。何もすんな、お前らはと。総掛かり活動家、菱山直子。この人、八王子に住んでて、新宿でよくね、集会っていうか外線やってて、まあ、総掛かりの仕切りですよ。空港、
軍民利用療養するからこのようなことになるのだと書き込んでですね、海保は軍機じゃねえよと突っ込み殺到、投稿を消して逃亡と、いつも何かに文句言いたい、パヨは脊髄反射で口答えのパヨさんらしいですね、自分の無知を知らないから何も調べないと、海保は軍機じゃねえよっていうのを知らない、自分が知らないことを知らない、無知の知の逆ですね。これね、なんて呼べばいいのかな、バカのバカ知らずっていうのかな、それ、あの自分のバカ知らずね。まあダウニングダニングクルーガー効果っていうのも証明されてますけどね、バカほど自分のことバカじゃねえと思ってるっていうね、日本海側が被害を受けた大地震の名称がですね、メディアでですね、能登地震に統一されてきました。能登半島地震でお亡くなりになった方々にお悔やみ申し上げます。被害に遭われた皆様、心よりお見舞い申し上げます。救助に当たられている皆様、お疲れ様でございます。地震続報、石川県の死者は昨日より少し増えて62人に、昨日は48人じゃなかった。行方不明者はまだ多数であります。今日の朝、10時56分頃、能登地方で震度5強の地震発生。震度1とか2とかの、あの小さい地震は12回程度起きてるみたいであります。私、東日本大震災被災者なんですけれども、何百回も地震ありまして、変なもんでね、揺れてなくてもなんか揺れてるように、体が感じてしまう。おかしくなっちゃって。というのがありました。被害の大きかった珠洲市の、市長、珠洲市って読むんだってこれ、全6000世帯のうち5000世帯ほどが住めなくなってる、全部壊れたのは、1000家屋程度、食料品、ミルク、おむつ、生理用品などあらゆるものが不足している。全域で断水と停電、想像以上に悲惨な有様の様子ね。停電視点ではNHK の災害情報なんか、クソの役にも立たないですね、これね。国土地理院、能登半島で最大4メーターの隆起が見られた。能登半島がですね、ぐっと上に上がってですね、海岸線、見えて、陸地増えたみたいであります。すごい地震だったんですね。共産党が早速、能登地震募金を開始しておりました。一般人、共産党に募金をしても全額は被災地に届かないって本当ですか？何かやらかして共産党を除名された元公認候補の東郷優子さんって方、本当です。半分どころか、どこに寄付するかすら公認候補の私でも教えてもらえませんでした。募金するなら他のところでがいいと思います。バラしてしまいました。身内にもどこに行くか金の行き所を教えないっちゅうですね。世論です。どっかのテレビ局より問題と思いますが、知られちゃまずいことに使っているのかしら。不和御殿の維持費に回る。集めた募金は投資部のために使いますとちっちゃく書いてある。教えないってことでお察し。被災者の自治体が公開している口座に振り込む以外はやめた方がいいと思います。路上でやってる募金、私ほぼ全て、怪しいと思ってます。足長募金しかり、赤い羽しかり、なんか外国人が母国に学校を作るのに、お金くださいみたいな、叫んでるとこありますけど、それね、募金集める時間で働いてお前ら作れよって思うんですけど、学校ね。赤い羽ですら仲間内で金回してる邪悪なのに、共産党がそれ以上に邪悪じゃないわけもなく。ネットでこういうこと知った人は募金しないが、路上の高齢者さんはこういうこと知らないから騙されるんだろうな。日本人の善意でですね、共産党が太るのは許せませんね。共産党は災害があるたびにですね、集金チャンスって言って喜ぶのがね、さすが貧困とかマイノリティとか、人の不幸が飯の種、人の不満を煽りまくって、それを糧とする連中ですよね。経産省が太陽光パネルの危険性を呼びかけ、地震で、倒壊した家屋の屋根に太陽光パネルがついてて、壊れていても
発電を続けている場合がありますので、むやみに近づかないでください。感電しますと、救難と復興の妨げになりそうですね、ソーラーパネル。初期から指摘されてましたけれども、この危険性は、各国政府が支援の申し出をする中、韓国政府、徳島に津波警報を出した、自分の領土みたいに、と、日本政府に厳重抗議と、世論ですね、これ。何言ってんだ、この侵略者が。だからホワイト国に戻すなって言ってんだよ、暴撃士だ。我が国領土なんだから出すに決まってんだろ。カジマ泥棒に来日すんだよ。生意気なこと言ってくるたびに制裁しろ。世界で唯一、見舞いじゃなくて抗議してくる国と。災害の時に唯一抗議してくる異常な国家ですよね。竹島を占領している韓国は、これ以上ないぐらいの純粋な敵国ですからね。敵国人である韓国人が普通に来日できる今の状況が超おかしいんだよ。それを許している自民党も超おかしいんでしょうね、きっとね。この抗議は、に対して日本政府がどう対応したかは不明であります。政府発表もありません。日本側は。報道はですね、韓国メディアだけなんで、本当に抗議があったかどうか不明なんですよ、これ。仕事やってる感出すためにですね、韓国政府が抗議してやったぜいって、嘘ついてる可能性あります。いつものように。外交会談後ですね、自分らの都合いいようにやることないことを発表しまくり、嘘つきまくりだった韓国政府。これじゃいかんと安倍政権が、相手よりも先に内容を発表する。で、伏せる部分をなくして、全部発表しちゃうっていう風にしたんですよ。韓国が相手の外交の場合ね。それで最近は減ってたんですけれども、なので安倍総理、韓国政府に恨まれること、嘘がつけなくなったと言って逆恨み。それで日本のですね、日本にいる手先ども使って安倍叩きがひどかったっていう側面もありますね。我々日本人はですね、嘘つき政府が隣にいるってことを忘れてはいけませんね。能登地震についてクルド人のマジウムってやつが、神はクルド人に対する人種差別で日本人を罰したと投稿。こいつ絶対許せませんね、これ。日本の神様はこういうやつにバジ当てんだけどな。そんなことだから世界中どこ行っても嫌われて憎まれてトラブルになってんでしょうね、クルド人。どうも、おわ。日本の神様はこういうことを言うやつにバチ当てるんですよね。東日本大震災の時にも、韓国人どもが祝いますとか投稿して、日本人をイラッとさせてますけれども、あれ一生残ってっかね、ネットにね、画像とかさ、そうやって嫌われていくんだよね。というわけで、地震被害者、なるべく少ないことを願っております。羽田はどうしちゃったんだろうな、これな。謎が残りますね。デトックスジャパン。